か。悪くない星だ。その孫悟空とかいうスーパーサイヤ人がここに戻るまで計算ではあと3時間待つのか、フリーザ。もちろんだよ、パパ。だけど、あいつが来た時、悔しがらせてやりたいから地球人を皆殺しにしてやるんだ。地球人などはどうでもいいが、スーパーサイヤ人だけは必ず息の根を止めねばならん。どんな手段を使ってもだ。何か用でもあるのか、地球人。お前たちを殺しに来た。フリーザ一刀両断。未来から来た謎の少年。殺しに来たって？僕たちを？片付けろ。はっ！ほほう、なかなかやるじゃないか。初めから全力でかかってくるんだな。僕は孫悟空さんのように甘くはない。孫悟空、なるほど。貴様もあいつの仲間か。会ったことはない。知っているだけだ。やれやれ、貴様が部下を殺してしまったおかげで、このフリーザ自らが働かなきゃならないよ。誤算だったな。なーに、貴様や地球のゴミどもを大掃除するくらい、僕ならあっという間にやってみせるさ。そうじゃない。僕が言ったお前の誤算とは、スーパーサイヤ人は孫悟空さん一人じゃない、ここにもいたということだ。はぁ！くたばれ！くたばるのはそっちだ。なんと来ます。甘い。来ます。そんな姿にまでなり果てて、よくおめおめと地球まで来られたもんだ。わざわざ殺されるために。ヤント来ます。お前たちは一瞬で僕に殺される。分かっている。来ます。ほっ。あSaiyajin me!
なぜだ。フリーザバカな。